はい、今回ディストーションの音作りについてやっていきます。今回シミュレーションのディーゼルアンプ使っていきます。でマイクは定番の SM57 でいきます。で、まあ、分かりやすく EQ もフラットにして、で、まあ、歪みってね、まあ、そのジャンルとか、まあ、好みとかもあるんで、まあ、正解ってないんですけど、まあ、今回普段僕がやってるやり方でちょっと作っていきます。でこれを、まあ、最初ざっくり聞きます。で気をつけてることが3つあって、1個目がそのコードの分離感、このコードの和音が全部綺麗に聞こえるかっていうのと、あとブリッジミュートのズンズン感、これね軽すぎると結構迫力なくなるんで、まあいいところのズンズンくる感じで作ってます。で3つ目がちょっと難しいんですけど、スペクトラムアナライザーっていうその音の周波数を見るツールで調べると、だいたいね 2K 以上が結構盛り上がってくるんで、まあ、これに注意しながら作っていく感じですね。なんで例えばこの歪みを上げたい場合は、上げた分だけちょっとハイを削るみたいな、まあそういうイメージでやってます。まあ、そうすると耳に突き刺さらない結構心地よいハイになるんで、これ結構注意しながらやってます。特にあのマーシャルとかって結構ね突き刺さる感じの高音が飛んでいくんで、まあ、この処理は結構注意した方がいいと思います。あんでその音作りまだあんまり慣れてないよっていう方は、これついねちょっと歪みって、まあ、かっこいいんで上げちゃいがちなんですけど、結構ね上げすぎるとデメリットが多いんで、なるべく少ない歪み量で作ることをおすすめします。今ね思ってるより少なくて大丈夫なんで歪みって。でまああとは基準が決まったらお好みに合わせて、まあ、低音感だったり、まあ、ミッドも結構削る場合が多いですね。ドンシャリ気味にするみたいなっていう感じですね。で最終的に他の楽器に合わせて、まあ、さらに微調整とかして完成です。